足利義明は、室町幕府第十五代将軍。父は、室町幕府第十二代将軍、足利義春。母は、この絵名お通りの娘、慶寿院。第十三代将軍、足利義輝は、同母に。足利氏二十二代当主。足利将軍家の家徳相続者以外の子として、官例により、仏門に入って各系と名乗り一乗院門跡となった。兄。 吉輝らが、三好三人衆らに暗殺されると、三淵藤秀、細川藤田から幕臣の援助を受けて、奈良から脱出し、減続して吉明と名乗る。美濃国の織田信長に要されて上洛し、第十五代将軍に就任する。やがて、信長と対立し、武田信玄や朝倉義陰らと交往して信長、後医網を築き上げる。一時は信長を追い詰めもしたが、やがて京都から追われ、 貧乏国に下校し、一般にはこれをもって、室町幕府の滅亡とされている。信長が本能寺の変によって押しした後も、将軍職にあったが、豊臣政権確立後はこれを辞し、豊臣秀吉から、山城国牧島一万国の大名として認められ、前将軍だった基人として愚され、余生を送った。足利義明像。 江戸時代に、当時人蔵を創業した物天文6年11月13日、第十二代将軍、足利義春の次男として生まれる。幼名は、千世丸。兄に獅子である義輝がいた。天文11年11月20日、千世丸は、後目争いを避けるため、あるいは獅子以外の息子を出家させる、足利将軍家の監修に従って、外祖父。 この絵名通りの勇士となって仏門に入出し、法名を各景と名乗った。後に、幸福寺で、検証創図にまで栄進している。このまま各景は、構想として、生涯を終えるはずであった。A68 年5月の A6 の変で、第十三代将軍であった兄、吉輝と、母、慶寿院、弟で、六音院忍術であった修公が、 松永久道や三吉三人衆らによって暗殺された。この時、各家も、久道らによって捕獲され、幸福寺に遊兵、監視された。しかし、吉輝の側近であった、一式藤長、和田これ正、二木義正、畠山昌生米田久生三淵藤秀、細川藤高及び大角寺門関、義春らに助けられて7月28日に脱出し、 奈良から木津川を遡り伊賀国へ脱出した各系と、その一行は、さらに、大見国の六角義方の許可を得た上で、甲賀軍の和田城にひとまず身を置き、ここで各系は、足利将軍家の当主になることを宣言した。11月21日には、和田惚政と二木義政の圧戦により、六角義方、義春親子の許可を得た上で、 甲賀軍から都にほど近い安軍や島村に進出し、在所とした。この際に、上杉テルトラらに、室町幕府の再興を依頼している。また、テルトラと武田信玄。A69 年2月17日、正当な血筋による将軍家を再興するため、各家は矢島御所において原属し、足利義明と名乗った。当時の義明のことを記した書物には、 将軍家当主を指す矢島の武家御所などと呼ばれていたことが記されている。4月21日には十五位下、左馬頭に、ジョイ、任官。矢島御所において義明は、三官令家の一つである、河内国の畑、山特に後世は義明を積極的に支持していたと見え、実定の畑山秋高を、この頃に、義明に従えさせた。六角義方は当初は、 上落に積極的で、和田これ政に命じて、浅井長政と織田信長の妹、推しの婚姻の実現を働きかけている。吉明や六角、和田の構想は敵対していた六角氏、浅井氏、斎藤氏、織田氏、さらには武田氏、上杉氏、後北条氏らを和解させ、彼らの協力で上落を目指すものであったと考えられている。実際に、和田これ政と、 細川藤高の説得で信長と斎藤達沖は和解に応じ、信長は美濃から六角市の勢力圏である北伊勢南大海を経由して上落することになった。この吉明の行動に対して、三好三人衆の三好町一の軍勢三千機が突然矢島御所を襲撃してきたが、この時は大草市などの方向衆の奮戦により、辛くも撃退することができた。 しかし、A69 年8月、先の約束通り上落の兵を起こした、信長の軍は、斉藤達沖の襲撃にあって、尾張国に撤退し、さらに、六角義方、義春夫子が、三好三人衆と、密かに内通したという情報を掴んだため、義明は妹婿である、武田義宗を頼り、若狭国へ移った。斉藤達沖と六角義方の離反がほぼ同時に起きているのは、 三好方による巻き返しの調略があったと見られている。しかし、京都北白川に出城も構え、応人の乱では、東軍の副将を務め流星を極めた若狭武田氏も、吉宗自身が、息子との家督構想や、重臣の謀反などから国内が安定しておらず、上洛できる状況でなかった。越前国一条谷の足利義明御所後9月には、若狭から、 越前国の朝倉義景のもとへ移り、上洛への助力を要請した。義明は朝廷に義景の母をジュニーにすることを上奏して実現したりしている。朝倉義景は細川藤田からによる各系の奈良脱出の黒幕であったとする見方がある一方で、すでに足利将軍家連氏の倉谷御所、足利継口も抱えており、 仏門から現続した義明を報じての積極的な上落をする意志を表さなかったため、滞在は長期間となった。この頃、義明のもとには、上野清信、大館春中などのかつての幕府重臣安は春長、飯尾明蓮、松田頼隆などの武行衆が帰参する。なお、義明は朝倉氏よりも上杉テルトラを頼りにしていたという。しかしテルトラは、 武田信玄との対立と、その信玄の調略を受けた洋北州の本城主ゲル城の反乱、越中の騒乱などから上落、出兵などは不可能であった。他の大名からも積極的な支援の動きは見られず、地筋や幕府の実務を行う武行州の掌握といった点で、次期将軍候補としては対抗馬であるいとこの足利が、義秀よりも有利な環境にありながら、 いつまでも上落できない義明に対し、京都の実質的支配者であった三好三人衆が、要する義秀は、吉輝によって取り潰された伊勢氏の再興を約束するなど、朝廷や京都に残る幕臣への説得工作を続け、その結果、永禄十一年2月8日に義秀は、摂津国滞在のまま将軍宣言を受けた。永六十一年4月15日、 義明は、秋の字は不吉であるとし、京都から、全関白の二条晴れよを越前に招き、ようやく元服式を行って義明と改名した。果敢役は、朝倉義景が務めている。やがて、朝倉家の家臣であった、明智光秀の仲介により、三官令芝氏の有力家臣であった、織田信長を頼って、尾張国へ移る。またこの時、明智光秀に、 信長に使えるよう密命を下したと、桑田忠隆は指摘する。足利義明の御所であった、旧二条上席 a 十1年9月、北近江の浅井氏などの指示も受けた上で、直接には、織田信長軍と浅井長政軍に、警護されて、上落を開始した。途中、六角義方の抵抗もあったが退け、父、義春が幕府を構えていた、総実時に潜座。 そしてさらに新軍支部寺京都に到着した。これを見て、三好三人衆の勢力は、京都から交代した。また、9月30日には、病気を患っていた14代将軍、足利義秀も死去した。10月18日、朝廷から将軍宣言を受けて、第15代将軍に就任した。同時に14人した、三義、左子の絵研中将にも少女、任官された。 なお、当時の人々の間では、信仰勢力である信長は義明に従う、具武者として認識されており、信長側でも信長は、極衆の一人であるという認識があった。将軍に就任した義明は、義輝暗殺及び足利義秀の将軍就職に、便宜を働いた容疑で、この江崎久を追放し、二条春吉を関白職に、復職させた。 この駅は、吉明の聖母であった、慶事院以来、将軍の五代所を輩出してきたが、先殺違法による関係の冷却化によって、正室を迎えることができなくなった。また、幕府の官僚家である、細川明元や畠山明隆、朝廷の石管家である二条秋金に返帰を、与え領地を安堵し政権の安定を図り、兄の吉輝が持っていた。 山城国の御領所も掌握した。また、山城国には、守護を置かず、三淵藤秀を伏見に配置するなど死を収めた。幕府の知性の実務には、兄の義輝と同じく、摂津晴門を、万所執事に起用し、義明と行動を共にしていた、武行衆も職務に復帰して、幕府の機能を再行した。また、伊勢市当手も義秀に出資した、伊勢忠しためを、 弟の提供に返させて、義明に仕えさせたとされる。また、当時の記録には、義明記の方向集として、三淵藤秀、細川藤高、和田これ政上野秀政蘇我助のり、伊丹近沖、池田勝政の名前が確認できる。このように幕府の最高を見て、島津義久は、木入杉久を上落させて、黄金百両を献上して、祝意を表し、 相良義雄や毛利元成らも、両所の信条を行っている。義明は当初、本国寺を仮御所としていたが、禄十2年1月5日、信長の兵が両国のみの終わりに帰還すると、三好三人衆の巻き返しにさらされ、本国寺を襲われた。兄、義輝と同様の運命になるかとも思われたが、この時は奉公衆及び北大江の浅井長政。 摂津国の池田勝政、和田惚政、伊丹近沖、三好義津らの奮戦により、これを撃退した。カラス中三角五代の最高及び増強は、このような理由で急遽行われた。なお、この返事の直後である1月7日、吉明は、大友総理に、毛利元成との講和を進め、13日には互いに、講和して、三好氏の本拠である阿波に出兵させようとしたが、 この計画は実現しなかった。吉明は信長に命じて、兄、吉輝も、本拠を置いたカラスマ中見門台を整備する。この、吉明の将軍邸は、二重の水堀で囲い、高い石垣を新たに構築するなど、防御機能を格段に充実させたため落中の、平城と呼んで、差し支えのない大規模な城郭風のものとなった。このカラスマ中見門台には、 室町幕府に代々奉公衆として仕えていた者や、旧守護家など、高い家柄の者が続々と参勤し、ここに義明の念願であった室町幕府は、完全に再興された。詳細は、信長法移毛及び、巻頭城の戦いを、参照新将軍として、幕府を再興した義明はまず信長の武功に対し、幕角と協議した末、室町殿を父の称号を与えて報いた。 将軍就任直後の10月24日に、信長に対して当てた感情で、お父、おただん正さ殿と宛てなしたことは、ことに有名である。信長は上落の恩賞として、尾張、美の領友の公認と、旧、三好領であった堺を含む泉一国の支配を望んだ。そのため義明は信長を泉守語に任じた。さらに、信長には官僚代、または官僚の地位、 そして朝廷への副将軍への推挙を申し入れた。しかし信長は受けず、壇上中への正式な助任の推挙のみを受けた。この時その他の武将にも、論功交渉が行われ、池田勝政を、摂津主後に、畠山高政三好義継をそれぞれ、河地半国主後に、細川藤方は、大見守後に任じられた。山城国には守護は置かれず将軍家御用となる。後に、 山岡影と、しかし、幕府最高を念願とする義明と、武力による天下統一を狙っていた、信長の思惑は違っていたために、両者の関係は徐々に悪化していくこととなる。A62 年8月に、信長は自ら伊勢国の北畠氏を攻め、本拠地である大川地上を包囲して攻撃した者の,の北畠氏の抵抗で城を落としきれず、 信長の要請を受けた義明が仲介に立つ形で10月に和睦が成立した。ところが、両者の意見の祖母から、信長が自分の次男を北畠氏の養子に押し付けるなど、義明の意向に反する措置を取ったことが、その不快感を招き、関係悪化の一因になったとされている。信長は、将軍権力を制約するために、A612 年1月14日、 電柱を置き手という9家条の置き手書を吉明に承認させた。さらに、A613 年1月には5家条が追加され、吉明はこれも承認した。この電柱を置き手については、近年、信長が単純に将軍権力を制約しようとしたのではなく、ほとんどの条文が室町幕府の規範や先例に出典が求められる。もので、信長が幕府法や先例を吟味した上で、 幕府最高の理念を示したものだとする説も出されている。また、五箇条の承認とほぼ同じくして、信長の諸殺令が関東関令である上杉謙信とほぼ同格になっており、信長が循環僚の就任を受け入れた代わりに信長の方も、吉明に求めた要望の結果が記されたもので、信長を幕府の秩序体制に組み込んだという意味では、 義明の権力基盤の安定化につながったとする見解もある。また、義明期の幕府機構を研究していく中で、義明が信長の区物とは言えず、室町幕府の組織が有効に機能しており、むしろ、義明個人の将軍権力の先制化や、恣意的な政治判断による問題が、浮上し始めていたとする指摘もある。だが、義明が電柱を起き手を全面的に遵守した。 形跡はなく、以後両者の関係は微妙なものとなっていく。元気元年4月、信長は、徳川家康と共に、姉川の戦いで、浅井、浅倉連合軍に勝利する。信長は続いて、吉明と共に、三好三人衆らを討伐に出るが、途中で、石山本願寺及び、浅井市、浅倉市が挙兵。信長は、大見へ引き返したが、浅井、浅倉市は、 比叡山に延暦寺に立てこもり、さらに伊勢で一向一揆が放棄するなど、連合軍の巻き返しに遭い、12月には、信長方から和睦を申し出た。その際、信長から朝倉方との和睦の調停を依頼された、吉明は、旧知の関白、二条晴吉に、調停の実務を要請している。元気2年4月14日、カラスマ三信に嫁いでいた、吉明の姉が休止するが、 高難を恐れた三信が出本してしまう。これに激怒した義明が、同28日に、一式藤死ながらに、カラスマ帝を襲わせている。信長に不満を持った義明は、自らに対する信長の影響力を相対化しようと、元気に年頃から上杉テルトラや毛利テルもと、本願寺県女や貝イ国の武田信玄、六角義方らに、大内垣を下し始めた。これは一般に、 信長法移毛と呼ばれている。この法移毛にはかねてから信長と対立していた、朝倉義景、浅井長政や延略寺、兄の敵でもあった、松永久秀、三好三人衆、三好義継らも加わっている。ただし、松永久秀追悼に吉明の兵が参加するなど、吉明と信長の対立はまだ必ずしも、全面的なものにまではなっていなかった。この年の11月には、 セッ津バレモンの退任後に空席であったマンドコロシに若年の伊勢提供を認じる人事を信長が同意し、提供の成人までは信長が職務を代行することになった。元気3年10月、信長は義明に対して17条の意見書を送付した。この意見書は義明の様々な点を批判している。右の表示をクリックすると全文を読むことができます一、 足利義輝様は宮中への三代を怠りがちでした。それゆえ、神の加護もなしにあのような不幸な最後、信長は日頃から義明様に三代を怠りなく、務められるようにと申し上げておりましたのに、義明様は近年怠りがちのようで、信長は遺憾に思っております。一、諸国の大名に催促して馬を献上させていることは聞こえが良くないので、 最高なさった方が良いでしょう。必要がある時には、信長に申し付けてくださればそのために奔走。このように信長に対して内密にことを進めるのは、よろしくないと思います。一吉明様は、幕府の中心に対しては恩賞を与えず、身分の低い新参者に恩賞を与えておられます。このようなことでは、忠誠心など不要となってしまいます。人聞こえも悪いでしょう。一 最近、信長と義明様の関係が悪化したと噂になっております。将軍家の家宝類をよそへお移しになったことは経営の内外に知れ渡っております。これでは信長が苦労して建造して差し上げた邸宅も無駄になってしまいます。とても残念なことです。1、加茂神社の車両を没収して岩成友道にお与えになり、岩成に かの神社に対し経費の負担をするよう表向きは、厳命なさり、裏では、それほど気にかけなくても良いとお伝えになったそうですね。そもそも自社料を召し上げるという行為は、良いことではないと思っております。岩成がもし所領に困っているのであれば、私が都合のいいように取り計らったでしょうに。このように内密に行動されるのは良くないですね。1。 信長に対して友好的なものにはどんなに会の身分のものであっても不当な扱いをなさるそうで彼らは迷惑しているそうです。そのような扱いをするのにはどういった理由があるのですか ?1、何の落ち度もないのに全く恩賞を受けられない者たちが信長に泣き言を言ってきます。私は以前にも彼らに対して恩賞を お与えになるように申し上げましたが、そのうちの一人にもお与えになっていないようですね。私の彼らに対する面目がありません。彼らとは、関税国広、古高、兵衛、上野豪ためのことです。一、若狭国、阿賀省の大官の不行績について、阿波や孫八郎が告訴しましたが、私も賛同して、吉明様に進言いたしましたのに、おとさたのないまま今日に至っております。 1. 1小泉が妻の家に預けてあった刀や、室に入れてあった脇差しまでも没収なされたようですね。彼が謀反を企てたりしたのなら、別ですが、彼は喧嘩で死んだだけです。この措置は、法規的に処理されておらず、人々は、吉明様をよく深い将軍だと考えるでしょう。1. 元気の言語は、不吉なので改元した方がいいと、民意を参考に、 義昭様に意見を申し上げました。宮中からも催促があったようですが、改元のためのほんの少しの費用も、義昭様が出費なされないものですから今も滞った、ままです。1、カラスマ・ミ安を懲戒された件ですが、その息子、光信に対する処置は妥当と感じるものの、信長は三ツは赦免なさった方が良いと申し上げた、はずです。どなたか存じ上げませんが、 密使を光安へ使わして、金銀を受け取って、再び出資を許されたそうです。嘆かわしいことです。今や役下は彼らのようなものが普通なのですから、このような処置はよろしくないと思います。1、諸国から金銀を集めているにもかかわらず、宮中や幕府のためにお役立てにならないのはなぜでしょうか。1、明智光秀が徴収した金銀をその地の大官に預けておいたところ、 その土地は、遠略事業だと言って、差し押さえになったようですね。そのような行いは不当です。1、昨年の夏、兵糧庫の米を売って金銀に変えられたと聞きました。将軍が商売をなさるなど前代未聞、聞いたことがありません。兵糧庫に兵糧がある状態こそ、世間の聞こえも良いのです。吉明様のやり方には驚いてしまいました。一幕府に仕えている武将たちは、 戦など眼中になく、もっぱら金銀を蓄えているようで、これは、老人になった場合への対策と思われます。吉明様もいざとなれば、御所から逃げ出してしまうものと見受けられます。そのために金銀を蓄えていらっしゃるのでしょう。上に立つ者は、自らの行動を慎むという教えを守ることは、吉明様にとっても簡単なことでしょう。1、世間一般の人々は、 将軍は欲深いから、人が何と言おうとも、気にしないと口々に言っております。ですから、死がない農民でさえ、義明様を、悪御書と呼んでいるそうです。かつて、足利義則様がそう呼ばれたように、なぜ下々の者たちが、このように陰口を叩くのか、今こそよくお考えになった方が良いと思います。以上これによって義明と信長の対立は、抜き差しならないものになり、 義シは挙兵。東では、武田信玄が上落を開始し、12月22日の三方ヶ原の戦いで信長の同盟者である、徳川家康の軍勢を破るなどすると、信長は窮地に陥り、義シは、長身、山岡影友を山城藩国志望に任命する。だが、その後、朝倉義シが12月3日に越前に撤退してしまったため、義シは、 翌年2月に、信玄から遺憾の意を示されて、吉陰に重ねて出兵するように求めている。吉明も吉陰、あるいは、朝倉一族に対して五千から六千の兵を、京都郊外の岩倉の山本に出兵するように、命じている。元気四年正月、信長はこう人質として、吉明には僕を申し入れたが、吉明は信じず、これを一周した。吉陰は、 大江の今、片田城と石山城に幕府の軍勢を入れ、はっきりと半信長の旗を上げた。しかし攻撃を受けると数日で、領城は陥落している。その頃、東では、信玄の病状が悪化したため、武田軍は4月に本国への撤退を始める。信玄は4月12日には死去した。牧頭城の石標信長は刑に入り地温院に陣を張った。幕臣であった。 細川藤高や荒木村重らは義明を見限り、信長についた。しかし義明は、落中の巨城であるからすま中見角台に籠もり、抵抗を続けた。信長は再度は僕を要請したが、義明は信用せず、これを拒否した。信長は威嚇として、爆心や義明の支持者が住居する状況全域を、焼き打ちにより、消毒化し、ついに、 カラスマ中美カ土台を包囲して、義明に圧力をかけた。さらに信長は再び朝廷に交錯した末、4月5日に、直命による講和が成立した。しかし7月3日、義明は講和を破棄し、カラスマ中美カ土台を、三淵藤秀、伊勢貞雄キラの他に、日野照介、高倉久師将などの武家実勤区下衆に預けた上で、南山城の要害、牧頭城に移り拒兵した。 牧東城は、宇治川、小倉地水系の島地に築かれた要害であり、吉明の近親、牧東、秋光の居城でもあったが、カラスマ中三角台で最後までこもっていた、三淵富士姫も10日に降伏し、牧東城も7万の軍勢により包囲された。7月18日に、織田軍が攻撃を開始すると、牧東城の施設がほとんど破壊されたため、家臣に促され、しぶしぶ降伏した。 信長は、他の有力戦国大名の手前、足利将軍家追放の悪名を避けるため、義明の息子である義弘を足利将軍家の後継者として立てるとの約束で、義明と交渉の上自身の手元に置いたが、後に信長の有料が去ると保護にされている。信長は、義明の京都追放を実行し、足利将軍家の山城及び丹波、大江、若狭他の御領所を自領とした。 続いて7月28日に天正への改元を行う。8月には朝倉氏、9月には浅井氏も滅亡し、信長包囲網は破壊した。一方で信長は、これまで幕府の万所や侍所が行ってきた業務を、自己の京都諸市代である村井貞勝に行わせ、続く天正2年には、花輪直政を山城、大和の守護に任じ、機内の支配を固めた。 それまで信長は義明を要することで、間接的に天下人としての役割を担っていたが、義明追放後は、信長和人が天下人としての地位を保ち続けた。ただし、苦行部人には、関白、豊臣秀吉と共に、御所へ参大し、順三皇となり正式に、征夷大将軍を辞する天正16年1月、200年余り続いた室町幕府の中で、 聖衣大将軍が足利家の褐職であり、他家の人間が聖衣大将軍に就任することはありえないという風潮が確立されており、そのため、信長も義明に代わる聖衣大将軍の地位を求めず、朝廷も積極的に義明の解任の動きを見せなかったとも言われる。また、義明が京都から追放されたとは言っても、かつて十大将軍であった足利義種が、 名王の政変で将軍職を解任された後も、大内義雄らによって引き続き将軍として指示を受けて、後に義雄に報じられて上落して将軍職に復帰したように義昭が京都に復帰する可能性も当時は考えられていた。実際に義昭は征夷大将軍であり続けたと公式記録には記されている。また義昭も将軍職としての政務は続け、伊勢氏、 公使、一色氏、上野氏、細川氏、大立氏、飯尾氏、松田氏、大草氏などの幕府の中枢を構成した、方向州や武行州を伴い、近親や大名を室町幕府の役職に任命するなどの活動を行っていた。そのため、近畿周辺の信長勢力権以外では、追放前と同程度の権威を保ち続け、それらの地域の大名からの献金を期待できた。 また、京都合算の十字任命権も足利将軍家に存在したため、その任命による平金収入は存在していた。その一方で、吉明が京都にいた時期の方向集のうち、追放後も同行し続けたのは2割に過ぎないとする研究もあり、その原因として、吉明の在京中から満足に所領が与えられずに、困窮したり吉明が一部の側近ばかりを、 徴用したりすることに対して、信長に救済を訴えれる、奉公衆がいたことから、吉明の奉公衆に対する扱いへの不満が幕府を、見限って、信長に従わせる原因になったと考えられている。所領安堵と引き換えに、信長に従った、奉公衆や武行衆などもおり、その中には、最後の万所出自である、伊勢貞沖、侍所解雇を務めた経験を持つ松田頼高、 他に、石がやらい立つ、小笠原修正などがいた。ただし、そのほとんどが、これまでの幕府の職務から離れ、細川藤高や明智光秀などの帰下に置かれた。これは幕臣たち所領の多くが彼らの支配下に置かれた、ことや、個人的なつながりに由来すると考えられ、京都の統治を担当した、村井貞勝の帰下に置かれた名のある幕臣はおらず、旧来の統治のノウハウが、 室町幕府から織田政権に継承されることはなかった。こうした一連の流れは、室町幕府の幕臣たちは信長によって、荘園制など中性的な秩序が解体されて、将軍、幕府の権威を必要としない、支配体制を構築されつつある中で、吉明の最上落、復権にかけるか、現実的な京都の支配者である信長に従って、 所領安堵を図るかの判断に分かれたと見られる。その一方で、信長側から見ても幕臣が義明に従う者と、信長に従う者に二分された結果、万所や侍所など幕府機構の維持に必要な人材が不足して、機能停止の状態に陥ったため、これらの機構に依拠しない支配体制を構築する方向性に進み、万所や侍所の職員だった幕臣も、 信長の下で新たな役割を与えられることで、京都における室町幕府の寄港は完全に解体されることになった。また、これまでの室町将軍の動座、追放の際にはそれまで将軍を支持して、実金関係にあった公家が随伴するのが恒例で、彼らを仲介して、朝廷との関係が維持され続けていた。ところが、今回の吉昭追放においては、カラスマ中見か土台で、 信長に抵抗した、日野照介や高倉久志将のような区ではいたものの、彼らは、最終的には、信長の説得に応じ、義明に従って、京都を離れた区下は、小賀の春道、道とし節のみで、この節も義明がキーに滞在中の天を三年には、共に病死しているため、義明に従った区下は皆無になった。これは、義明の将軍就任以降の5年間に、 元気から新元号への改元問題をめぐる、朝廷との対立やこの江崎久の出本や、カラスマの襲撃などによる、伝統的に、足利将軍家と、実近関係にあった公家との関係悪化があり、また、信長による公家への所領安堵があったと見られている。そして朝廷では追放後の義明を従来通りの、将軍の別称である、久保、 武家と呼んで引き続き将軍としての地位を認め、新たに天下人となった信長に対して、その故障を用いることはなかったものの、義明側に仲介となる公家がいなかったこともあり、両者の間に関係が持たれることはなかった。京都からの追放後、義明は一旦美和僧に退いたが、県女らの仲介もあり、妹婿である、三好義継の夜河内和会城へ移った。護衛には、 橋場秀吉が当たったという。しかし、信長と義継の関係も悪化したため、11月5日に泉の堺に移った。堺に移ると、信長の元から橋場秀吉と朝山日常が使者として訪れ、吉明の帰郷を要請した。この説得には、毛利リテル元の家臣である、安国寺恵系林修町も当たっている。 しかし、吉明が信長からの人質提出を求めるなど、したため交渉は決裂している。翌、天正2年には、木の国の広告寺に移り、ついで田辺の泊り城に移った。キーは、室町幕府官僚畠山氏の勢力が、まだまだ残る国であり、特に、畠山高生の重臣であった、湯川直春の勢力は兄弟であった。直春の父、湯川直光は、 キー出身でありながら、河内守護大をも務めたことがある実力者である。天正3年、信長法移毛を再度形成するため、武田勝頼、北条を宇治政、上杉謙信の三者に対して、和睦をするよう呼びかけた。これに対する、上杉家重信、直江かげつなと、川田長近の回答は、甲衆との和睦は、やぶさかではないが総衆が加わるのは、 招福しかねるというものであった。北条上杉間の不話により、交渉、古志美和は実現しなかったものの、武田と上杉の和睦は10月中に成立しており、長篠の戦いの敗戦によって窮地に立たされていた、勝頼は外交状況の改善に成功した。11月、義明が、かねてより望んでいた右この絵大将に、信長が任官してしまう。天正四年、義明は、 最国の毛利てる元を頼り、その勢力下であった、ビンゴ国の友に移った。友はかつて、足利高氏が、黄金上皇より、新田義貞追悼の院前を受けたという、足利家にとっての由緒がある場所であった。また、第十代将軍、足利義種が、大内氏の支援のもと、京都復帰を果たしたという故事もある足利家にとって、吉調の地でもあった。 これ以降の吉明の貧乏の亡命政府は、友幕府とも呼ばれる。友での生活は、備中国の五領所からの年貢のほか、足利将軍の宣見事項であった、五三十字の任免権を行使して、冷戦を獲得できたこと、日民貿易を通して、足利将軍家と関係の深かった宗氏や、島津氏からの支援もあり、財政的には、困難な状態ではなかったと言われている。一方で、 正位対将軍として一定の格式を維持し、さらに対、信長の外交工作を行っていく以上、その費用も決して少なくはなく、また工場的に保障された収入が少ない以上、その財政はかなり困難であったとする見方もあり、天正年間後期には、牧島明光、一式や北家クラスの重臣ですら、吉見氏や山内須藤氏など、毛利式家の国衆への、 アズオキの措置を取っている。とはいえ、紀内金国以外では、足利将軍家し字の武家もまだまだ多かった。義明はこの地から京都への帰還や信長追悼を目指し、全国の大名に大内垣を下している。6月12日には、武田、北条、上杉の三者に、交渉、腰美和を命じる大内垣を再度下した。前年とは違い、この時は、 毛利リー・テルモの添え状をつきであった。また、毛利氏が上落に踏み切らないのは、北九州で、大友総林の信仰を受けているからだと考えた、吉明は、島津市や龍造寺市に、大友市討伐を命じるおうちが気を下した。島津義久はこれを、大友両親仰の対義名分として北上し、日向国の伊藤義介を丘陵に復帰させるために、南下しようとしていた。 大友総林と激突、天正6年の耳川の戦いの一員になったとする説もある。天正5年9月の手っ取り川の戦いで、織田軍を破った上杉謙信も天正6年3月に死去し、天正8年には石山本願寺も信長に降伏した。天正10年3月には武田勝頼が信長によって滅ぼされた。また、毛利氏も、 義明のために全く動いていないわけではなかった。天正4年に、三好長春が自害に追い込まれて、阿波三好家中が混乱すると、天正6年には、毛利輝元は、三好義賢を、三好氏の当主と認めて、和睦、連合して、小田氏に対抗しようとする。義明自身は最初は、和睦には反対であったが、最終的には同意して、巻と秋光に仲介を命じている。だが、 織田氏と結んだ、戸佐の長祖壁も土地家のさぬき、阿波信仰によって、計画は失敗してしまった。しかし、吉明がまだ共に滞在中であった、天正十年六月二日に信長と着手の織田、信忠は、本能寺の変で、明智光秀に撃たれた。光秀の家臣団には、伊勢忠司教や荷長は定地かといった、旧室町幕府幕臣が多くいた。同年、 義明は、友ム城から居所を、山陽道に近い津のへと移させる。信長の死を後期に、義明は、毛利リテル元に、上落の支援を求めた。一方、橋場秀吉や柴田勝家にも、同じような働きかけを盛んに行っていた。親秀吉派であった、小早川高景らが反対したこともあり、秀吉に接近しつつあった毛利氏との関係は、冷却したとも言われるが、 天正11年2月には、毛利輝元、柴田勝家、徳川家康から上落の指示を取り付けている。同年、毛利輝元が、橋場秀吉に侵入し、天正13年7月、秀吉が関白大上大臣となる。その後、関白、秀吉、将軍、吉明という時代は2年半の間続いた。この2年半は、秀吉が天下を統一していく期間に該当する。 義明は、将軍として秀吉との和睦を、島津義久に対して進めていた。天正14年12月4日には、一式秋秀を薩摩に送って、和議を進めている。天正15年、秀吉は、九州平定に向かう途中に義明の住む、貧乏国沼熊群津号の御所付近を訪れ、そばにある田辺寺に行って義明と対面した。同年4月、義明は再び、 一式明秀を送って、島津義久に重ねて、和睦を進めている。島津氏が秀吉の軍門に下った後の10月、吉明は京都に帰還する。その後、天正16年1月13日に、秀吉に従って参大し、将軍職を辞した後受解し、なお正大山と放した。また、朝廷から順三考の称号を受けている。秀吉からは、 山城国巻島において一万国の領地を認められた。一万国とはいえ全将軍であったので、殿中での待遇は大々妙以上であった。文読、慶長の役には、秀吉の立っての要請により、由緒ある奉公衆などの名家による、軍勢二百人を従えて、非全国名古屋まで参陣している。晩年は、柴吉銀、山名高博士。 赤松のりふさらと共に秀吉の乙義衆に加えられ、太閤の良き話し相手であったとされる。毛利照元の上洛の際などに、名前が見られる。慶長2年8月、大阪で皇居。死因は腫れ物であったとされ病画して数日で没したが、老齢で非前まで出陣したのが身に応えたのでは、ないかとされている。議炎は、日記の中で、近年将軍の合別なり、 有名無実はたるいそうか、量と感想を記している。去年61、足利義明像以上のことから、義明を黒幕と見るには、かなりの混乱が伴い、学問的には、否定材料しか見当たらず肯定する要素はないのが現実であると言える。室町幕府最後の将軍だったことからも評価は低かった。当時の記録にも、 義明の家臣が横領を重ねて反発があったと残されている。しかし、三河物語では、足利義明は高く評価されている。生まれた時から疎まれ、命を狙われ続け、やっと将軍になれても信長に利用された。しかし苦難を跳ねのけ、信長を窮地に追い込んだのは、精神力と知略が波の人ではなかったからだ。義明の着難、足利義弘は、 信長の人質となった後、幸福寺の大乗院門後となった。義弘は後に減続して二人の子を設けたが、二人とも仏門に入った。このため、義明の生計は断絶した。大阪の陣の際に義明の子と称する一式義隆氏が、総数563人分の家臣連番長を提出して徳川方として参加しようとして果たせなかったという。その孫、義将は、 会津松平家に仕え、道の区アイズ藩士となり、坂本聖を名乗る。主官の際に、足利氏菩提寺の番那寺に、総伝の家宝の一部を寄進したという。長山市警図において、先週実居の際にできたことして、吉有という人物の名が記されている。同資料によれば、吉有は、薩摩藩士となり、宗都の聖に改正して、長山旧兵へと称したという。ただし、 義阜と義有の存在は、同時代資料では確認されていない。明治12年には、押し魂実清が、名家の子孫を家族に取り立てる、要請願書を提出しているが、この中で、西山義明将軍末にして、細川家二脚たり足輝も、名家の一つとして数えている。これは、被ご熊本藩士であった、大池義達の子孫、西山氏を指すものであるが、 この西山氏の先祖は、吉輝という説や吉明の弟という説もある。ため明確になっていない。祭人として、足利義明が祀られており、御神体として、伝足利義明構造が伝存している。近隣は、織田信長から家を追われて、ビンゴに流れ着いた吉明を、毛利照元家臣で、統治周辺を統治していた渡辺氏がかくまったとされる、地で、吉明の偶居していた山は、 御天山というので、現在も残っている。愛鹿島城は、毛利照本を頼って下校した吉明が拠点とした場所。古くは、足利忠冬も、西国での活動拠点とした、瀬戸内の要所であった。現在は陸続きになっているが、かつては独立した島に作られた城、海城であった。後に、福島正則によって対岸に、友城が整備されると、城跡地に、 現在の南、林山社会院延復寺が建立された。吉明は、この大鹿島城で、幕府将軍としての政務を行っていたことから、共幕府ゆかりの地となっている。ありがとうございます。